今日紹介する本は公文社から出ています。伏木龍さんが書かれた虎を追うです。この国では常にマジョリティがおとなしく、マイノリティの一部だけがノイジーで人目を引きがちだ。北見延郡連続幼女殺人事件の犯人亀戸死刑囚が獄中で病死します。この事件は今からおよそ30年前の1987年から88年にかけて起きた事件です。小学生の幼女が誘拐され性的暴行を受けた上に殺された。犯人は亀戸健と伊予純一の2人。伊予死刑囚は再審を要求しています。亀戸死刑囚が亡くなったことと当時の事件の様子を伝える新聞を見ていた元刑事星野誠二は当時を思い出します。亀戸と伊予は当時空き巣をしていました。亀戸は近所でも評判が悪く自白をしたので逮捕となっています。当時星野は亀戸が計画的に幼女を誘拐し残虐な行為をしたとは思えない、ましてや二人一組の性的連続殺人犯も聞いた試しがないと上司に話をしますが取り合ってもらえませんでした。星野は昔なじみの記者小野寺と居酒屋で会い、何とかして世論を動かして伊予の再捜査になるように動くつもりであることを告げます。小野寺は世論を動かす見込みがあるなら記事にすると星野に伝えました。星野は自分の孫で大学生の明に冤罪で再審要求の文書をネットで公開したいと相談します。明は文書より動画を勧め幼なじみの鉄に相談します。鉄は動画作成と公開にあたって被害者遺族全員の許可を取ることを条件にしました。一方星野は伊予の弁護士片桐と会い、自分が当時の捜査員だったことや冤罪の可能性があることを伝えます。片桐はこれまでの資料を星野に快く貸し出しました。星野、朝日、片桐弁護士の3人は被害者の遺族柳瀬久美子と木下和美と会い、自分たちがやろうとしている活動を説明すると条件付きですが承諾を得ることができました。小野寺は独自ルートで栃木総合テレビの報道番組プロデューサーの福永を巻き込みます。星野、明、鉄、小野寺、福永、星野組が結成されました。ツイッターや動画は思った以上に反響があり、鉄が作った動画はそのままドキュメンタリーとして地方局ではありますがテレビ放映となります。テレビ放映後大手新聞社に真犯人を名乗る男から小包が送られてきたことが3面の記事に掲載されました。小包には女児用のスカート、古い爪、歯のかけらが入っていました。文書には殺された幼女がよく歌っていた歌詞も書かれていました。スカートは木下氏が自分が娘に買ったスカートだと証言します。やはり冤罪だったのか、真犯人が名乗り出た理由は何なのか、そうして新たな女児誘拐事件が起こるのです。さてこの本を読んだ感想なんですが、元刑事星野が主人公のようなんですが、真の主人公は明と鉄です。大学に入学したものの燃え尽き症候群のようになってなんとなく毎日を過ごしている明、一
人との関係がうまく築けずに引きこもっている鉄。特に鉄が事件を表面化させる活動の中で無気力だった日々から自分の進路を見出し、やりたいことも口にするようになる変化は、この小説の第2の物語だなと思いました。小さい頃の生い立ちがその後の人生を決めてしまう可能性が高い。親や周りの大人たちの責任は重大です。そのことをこの小説から読み取りました。残念なのは誘拐した幼女と犯人との描写なんですね。それがまあ一度ではなく何回もあり、子を持つ親としてはね、すごくこの部分はね、嫌悪を感じました。そんなにリアルな描写は必要ないんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。そして、エピローグなんですが、このエピローグも本当に必要だったんかなっていうふうに読んで思います。幼女への性的暴行や誘拐、殺害は一つの事件が解決しても終わることがない。あえてこのエピローグで終わることにも後味の悪さが残ったんですよね。これが嫌ミスとして著者が意図してのことなら、私はしてやられました。そういう、小説でございます。さて、この著者の久敷龍さんですが、1972年新潟県生まれ、2012年ホーンテッドキャンパスで日本ホラー小説大賞読者賞を受賞しデビューされております。同年赤と白で小説すばる新人賞を受賞。他の著書にはですね、ドリームダストモンスターズシリーズ、死刑に至る病、209号室には知らない子供がいる、などなど著者が多数ございます。今日紹介したのは久敷龍さんが書かれた虎を追うでした。最後まで視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録をしていただけるととても励みになりますので、よろしくお願いします。